落語が好き。数年前、私の幼なじみがアメリカから旦那さん候補を連れて帰国することになった。おばさんは毎日のように我が家に来ては、外国人のお婿さんなんてどう接すればいいの？英語なんて喋れないわ。主人亡き後、女で一つでやっと育てたのに、こんなことって。と、私さんはちゃんと日本のご主人と結婚したのに。などと、半べそかきかき愚痴っていた。で、幼なじみ帰国&婿さん来日。おばさん直前まで挨拶はハローでいいのよね。小声でハローって何度も練習してた。おばさんに泣きつかれた私。おばさんと一緒におばさん宅で二人を待ってた。しばらくしてただいまーと幼なじみが帰ってきた。婿さんのジャックは金髪碧眼&身長190センチを超える大男。頭が天井に届きそう。見た瞬間おばさん泣きそう。どうする私&幼なじみ。するとジャック、おばさんの前にきちんと正座してニパーって感じの笑顔を浮かべ言った。わて、ジャック言いますねん。アンジョを可愛がってやってください。よろしゅう。そしてペコンと頭を下げた。慌てて、あ、はい、こちらこそ、と返したが、ジャック、どこで覚えたの？日本語お上手ね。え？落語が好き？偶然ね、私もよ。え？トトロ好き？あら、私もよ。落ち着いて話してみると、共通項が多かったらしく、二人はすっかり仲良しに。最近なぜか幼なじみが我が家で愚痴ってる。ジャックと夫婦喧嘩すると、ジャックが泣きながら幼なじみの実家へ避難すると、毎回おばさんと二人でお茶をしながらジブリ DVD 鑑賞で盛り上がっているらしい。聞きながら和んでいるのは内緒。